I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？うん、わかった。頼むな。よろしく、キリト君。それではボスの攻略に向かいましょう。
おう、キリト。この層のアクティベート。そうだな。なんでもないです。はい。
を製粉してこねればパンを作ったりもできるかも。ことだったらそれで構わないんだけど、あなたに聞くのが一番いいかと思って。私たちってアインクラッドに来たの最近でしょ。だから血盟騎士団だっけ。それとヒースクリフについて教えてほしいの。それでヒースクリフは？ニュースで何回も聞いたよ、その名前。その人、今は？
半分以上は頼まれた買い物とは関係ない店だったけどな。ちょっと寄り道するぐらいいいじゃない。いやー疲れた疲れた。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。 あれちょっと雰囲気が重いような。なんか真面目な話でもしてた？キリト君にヒースクリフのこと聞いてたんです。ヒースクリフ？なるほどね。あの私もキ75層で起きたことあんまり詳しく知らないんで。それ私もよく知らないのよね。よし、そのことについては俺から説明させてくれや。多大な犠牲を払いつつ俺たちは75層のボスを倒すことに成功したわけだ。その後だ。ヒースクリフがイモータルオブジェクト、最強の味方の一人が実は最悪の敵ってシナリオだったわけさ。その目論見を暴かれ、ヒースクリフはこう言い放つ。1対1で戦って勝てたら75層でこのゲームを終わりにしてやると。答えは決まってる。いいだろう、決着をつけよう。勝ってこの世界を終わらせる。戦いは苛烈を極めた。こっちの二刀流に対しヒースクリフは新聖剣というすげえエクストラスキルの持ち主だ。左右から攻撃を繰り出せば非常な正確さで的確に攻撃を叩き落としていく。防戦一方かと思えばこちらの隙を見て確実な一撃を仕掛けてくる。戦いは続いた。しかし諦めるなんてことはありえない。奴が見せた一瞬の隙をついてソードスキルを叩き込む。ジ・エクリプス。ごくり。それから？地響き、暗転、そして世界は真っ白に。こうしてヒースクリフを見事打ち砕いたってわけだ。まったくハードなミッションだったぜ。ちょっとちょっと、それをしたのはキリト君でしょ。でもびっくりした。キリト君が世間を騒がせたあの大事件の首謀者を倒したなんて。ですよね、キリトさんはやっぱりすごいです。でも終わってないじゃない。強かったんだ。ちょっと感心したわ。そうです、パパはとっても強いんです。向かうところ敵なしですから。いいじゃないのキリト君、娘に自慢されるなんてパパ冥利に尽きるんじゃない。素敵ですよ。私パパもママも大好きです。ありがとうゆいちゃん。説明してくれてありがとねキリト君。いろいろ分かったわ、ありがとう。
よろしく頼む。知らないからちょっと片付けておこうと。ああ、じゃなくてお店が散らかっていたらお客さんへの印象も悪いでしょ。そういうわけだからキリトにも掃除を手伝ってもらおうかな。そうね、とりあえず武器の中であまり質が良くないものを集めてくれる？全部練習用に居直そうと思うの。キリト、作業進んでる？山って、あ、こんなにたくさん武器があったんだ。そうだけど、改めて並べてみると、そうかね。うん、少しでも早く鍛冶スキルを元に戻したくて。そうだといいんだけどね。でも、ありがとう。ねえ、なんか何も出せなくてごめんね。お茶くらい出さなきゃいけないのに。
キリト君、キリト君、どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。